いつしか忘れられた。おじいの形見の三振、どこのまで担当いわゆる
ただきました。今日はまた夜もですね、モアショーという前で、18時と、ゴジラロード、ゴジラの前のテレカプションの方で、19時40分からやります、コロナでなかなかですね、いろいろイベントも規制されて動くことはできなかったですけど、今回からは勝ち走り OK ということで、皆さんも盛り上がって楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひまた遊びに来てください。はい、今日はですね、コロナ明けということもありますが、3月の末からこの白い衣装の子たちは、4ヶ月間の間で、この10曲ぐらい覚えたりして、また9月まで16曲ぐらい覚えていますけど、各面全体もバックしております、皆様の興味によってですね、来年も募集しております。メンバーも募集しておりまして、18歳、若い方からですね、30歳ぐらいまで、うちのメンバーでもですね、結構今、いろんな国の人が増えてます。ブラジルから2人、ペルーから、ボリビア、うちのメキシコです、イギリス人もいますし、いろんなところから国籍問わず頑張ってますので、これからも応援よろしくお願いします。今日丸井さんが、本館の下の地下の1階の方でですね、うちらの展示ブース設けてますので、獅子舞なんかも飾ってますので、よかったら記念写真でも撮って帰ってください。はい、ではこの後また夜の分も足つきやりますので、ぜひ見に来てください。メンバーキャスキン、はい、どうもありがとうございました。